アリとバジのアイウェアマニックス。めっちゃ汗かいたって英語で言える？僕たち久しぶりに日本に行ったんだけど、日本は暑かった。うっしゃおはい。ところでめっちゃ汗かいたって英語でどういうか知ってる？ 汗っていうとポカリスウェットの「スウェット」がまず思いつくよね「スウェット」は「汗」という名詞と「汗をかく」という動詞にもなるんだけど意外に便利なのが「スウェリー」っていう形容詞。I'm so sweaty. これは今汗でベタベタっていうこと。I'm so sweaty. 手が汗でベタベタ。My hands are so sweaty. My hands are so sweaty. それから、get を使って、get s w e a t y で、汗かいたって言えるよね Wow めっちゃ汗かいた I got so sweaty. I got so sweaty. シャツが汗でベタベタになった。my shirt got sweaty.my shirt got sweaty. ぬれる、汚れるのように、なんとかになるっていう時の get の使い方は、この動画を 見てみてね <Yeah! S 3> もちろん動詞の「スウェッも使えるよ。今、めっちゃ汗出てる。汗をかくと心配なのが熱中症。熱中症は Heat stroke. パパが熱中症になった。My dad got heat stroke.My dad got a heat、stroke. s t r o k e じゃあ、クーラーをつけてって言える ?Turn on the AC Turn on the AC. お水をちゃんと飲んでね。Stay Hydrated.Stay Hydrated。<Stay> hydrated. 反対に脱水症状になるは Get dehydrated だよ。Get dehydrated。 それから意外にパッと言えないのが日陰。shade shade あれ影はシャドウじゃないのシャドウははっきりした形がある影のこと。shade はもっと広い範囲の日陰や木陰のことだよ。私はいつも日陰を歩く。 それから暑い時に食べたいのがかき氷。<aved> アイス。クリームじゃなくてガリガリ君みたいなのはポプスコ。 っってううこととがが多いよ Popsicle piano This week's fan art やったーありがとうー Air at さんみなもハッシュタグアイフアトをつけてててツイートししね待ってるよ,待ってるよチャンネル登録もお願いします次のビデオ Like what you See you later, Alligator.